は6時45分でありますが、灯籠が流れてきました。今日はね、風が南風なんで、なかなかこちらの方に流れてこないんですね。だんだん溜まってきちゃっているな。しかし流し始まっても15分ぐらいになるんですが、まあ、ほとんど南風が吹いてるんで、なかなか下流に流れてこないのが現状です。で、まあ、徐々に流れてくるのかなとは思うんですが、今あの実行委員長はじめ多くの方の挨拶が始まっているところであります。本当にみんな胸浮かぶね、これが本当に先祖の供養になるのかなというような感じがしております。もうだんだん人が多くなってきたなという感じがしますね。だんだんこう周りも暗くなってきたんで、だんだんいい雰囲気が出てきたかなという感じがしております。まあ、ある程度こう挨拶が終わると、この後コンサートが始まるんだと思うんですが、もう本当にこう他ではこう感じることができないような素晴らしい本当に雰囲気がありますのでね、本当にぜひこうこの場に来て、本当に灯籠流しに来ていただければ嬉しいなという感じにしておりますね。